木ってこんなに切りやすくてこんなに加工しやすいのとか、え、竹っていっぱい生えてて邪魔みたいだけどでもこうやって遊べるじゃんって、それに気づいてもらえればそれで十分だと、まあ、普段遊んでいる裏山って呼んでるところが実際にこう自分たちが関わって遊び場ができる森がこんな風に変わるっていうところをちょっとでも実感してもらえると嬉しいなと思って。本当だ、空見える。だからね、みんなに切ってもらったおかげでこの下にね生えてる草が光がお日様がいっぱい当たって元気になるかもしれない。竹でね、食器、コップ、お皿、あとなんだ、滑り台、そう、みんなで楽しいものどんどん作りましょう。ここ、コロ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 ってなんか転がして遊ぶようになると思わない？お、やったー、ありがとう。どんどん自分のアイディアがこうしたい、ああしたいが広がっていくので、すごいそういうのが面白いなと。中にいるだけじゃなくて外だと開放感にもあふれるので。全部のジュース。ちょっとコース、ここジャンプして通るな、なんかな。おお、よかった。あ、いた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 。ああ、やっはー。やっはー。こういうふうにやれば一緒にできるんだとか、うん、危ない危ないとかそういうことばっかりだけじゃなくて、こうやってやるんだよっていうのがちょっとでも伝えられるように、うん、できるといいなっていうのが思いました。おお、葉っぱが破れたら手に来たぞ、これいいんじゃないの。もう90以上って、あ、危ないよ。楽しいな、気持ちいいね、気持ちいいね、あったかいね。